2番オレンジブラウンみたいなやつ使ってる。爪自分で塗ったけどもうボロボロやで。 DM 全部見てます。最近何してんの？最近は今日はまず暇すぎて朝起きて洗濯物して洗い物して掃除機かけて佐川くんのご飯作って昼ご飯、佐川くんが動画撮って洗い物して服のお散歩行ってマリオカートしてた。ディズニーのチュロス作ってない。歯白いのは何を使ってないです。ホワイトニング1年前ぐらいに行ってから行ってない。リップのおすすめはリカフロッシュですね。明日チーズケーキ買います。ゆうかもチーズケーキ買って家に今冷凍庫にストック2本ある。今日暑い。前髪自分で切ってないけど伸びてきた。めちゃめちゃでももう自分で切ったらバグるから、この自粛期間中は何も触らんとこうと思って。髪の毛もめっちゃ伸びてきてんけどな、痛みすぎてもう全部の長さが全然違うの。前らへんと後ろらへんだからやばい。おつもりしてるけど全然あれやで。そんなすごくない。唇の色は今日はロレアルパリの何やったっけな、ロレアルパリのリップやねんけど、何やったっけな、ロフトのロフト最高みたいな個人チャンネルの動画に出てくるロレアルパリのリップの塗って内側にリカフロッシュ塗ったけど、さっきお水飲むからティッシュオフした。リカフロッシュ残ってんのかな。ダイエット明日からしようかな。3キロ太ったんですよ。アイシャドウはクリオです。クリオ夜ご飯まだ食べてないけど、夕方にあれ佐賀くんの動画でドーナツ食べたからお腹いっぱい。何時になる？お風呂入って寝ようかなって感じ。松パテークしてどっちがいいと思う？自分は松毛パーマの方が好き。ぽっちゃりがいい。なんかな、ちょっと丸い方がいいって言ってくれる人も結構おんねんけど、なんやろ、こう動いてたら YouTube とかやったらあんま分からへんねんけど、雑誌とかの撮影になるとやっぱ太るとな、漏れへんからな。痩せないと撮影があるまでに。まつげ美容液は使ってない。垂れ目になりたい。垂れ目。こんにちは、こんにちは。自粛期間に新しく始めたことないですね。いつもやってることが逆にできてない。もうほんまにひたすら怠けてる。でも家事はしっかりしっかりやってる。めっちゃ鼻高ってる。ネイル見して。今の髪の長さ結構伸びた。めちゃめちゃ伸びたと思う。おすすめのシャンプーは今ドンキで買った適当なやつ使ってるから、あんまりなんやろうな。でもなんかこの前新入りをゲットしたのであれ使ってみようかなと思ってる。とりあえずなくなるまで使おうかなみたいな感じ。髪の毛どうしたらそんなサラサラちゃうで。ショートしますか、しやんかな、伸ばそっかなと思って。佐賀くん誰か楽しい。ゲームしてる友達とオンラインで。おすすめのスキンケアは、スキンケアの動画を撮ったから5月5日とか6日ぐらいに適当にあげようかなって思ってるんで、ぜひ見てください。家事素晴らしそう。家事頑張ってるんですけどね、もう体バキバキすぎてやばい。早くこの期間終わったら整体行きたい。もうバキバキ。なんかエステとか
マッサージが結構好きやから、マジで何めちゃめちゃいろんなとこ行っててんけど、マジでもう1ヶ月行ってないからもう体やばい。ワンちゃんいる。服は寝てます。自粛のせいで肌荒れしてる。最後なんか今日何やったっけな、こうクリーム塗なんか結構顔がほこりについたりするから、なんか確かに顔にめっちゃほこりつくなって思ったから、パウダーをなんか、あのベビーパウダー、かわいいよなイラストや。おすすめのパックは、パックは結構なんやろ、ファンの子に差し入ってるけど、パック言い悪い、あんまり兄ちゃんのシャンプーはなくなったから今は使ってないけど、やっぱあの匂い好きかも。世間が落ち着いたら全力でもかせよ。ほんまにもうこことかもご飯食べすぎて、多分自分こっちばっかりで噛んでるから、こっちも多分めちゃめちゃ張りまくってるし、もう体も起きた瞬間から、ああ今日も体しんどみたいな感じだから、マジで早く行きたいです。 DM とか返してくれますか？ DM は見てるけど返してないんですけど、コメントとかは返してるのでぜひお願いいたします。下まつげどうやったら伸びる？マスカラをめちゃめちゃ塗ってるかな。乾燥しないおすすめベースメイク、なんか自分はベースメイクっていうかスキンケアめちゃめちゃしっかりしてる。整体ってどうやって選ぶと、でも整体は結構選ぶの大事な気がする。めっちゃ鼻の横テカってる。何のマスカラ使ってる？今日はキングダムの2ステップマスカラのブラウン使ってます。目いいですか？いや目はあんま良くないんで、今も透明のコンタクトつけてる。どこのクリニック行ってますか？結構いろんなクリニック行くねんけど、まあ行ったらストーリーとかで載してんねんけど、行きすぎて何がいいかはあんまり分かれへんけど、結構やっぱ意味があるんやなって感じ。マーク・ジェイコブスの3つ折り財布彼女にあげるんですけど、このアイシャドウのラメかわいい。今日久々になクリオのパレット使ってんけど、やっぱかわいい。クリオのアイシャドウ、無痛小顔矯正って本当に戻るの？小顔矯正普通に戻るけどな、1ヶ月に1回って感じじゃない？リクソリーブばっかりしていいよな、いつも使ってるコンタクト、リュクスオリーブ。グレールってすぐ届きますか？どうなんやろ、分からへん。どうやろうな、今頼んだりしたらやっぱちょっとどこも遅れたりするんじゃない？やばい、気合い入れるために飲もうかなって思ってる。釣り目がコンプレックス、自分もこっち釣ってるからあんまり好きじゃないねんな。だからアイラインをちょっと垂れさせてる。クリオのアイシャドウは2番のパレット使ってる。テラハ見てますか？テラハ見てるけど途中で1回見るんやめて、なんか適当に見てる。髪色何？ボルドー？なんか暗い赤みたいなのをやってるけど、もうちょっと落ちてきたからちょっと茶髪っぽくなっちゃってるけど、僕セブイルで見たことありますよ。薄やん。鬼滅の刃全部見ましたが、まだ10話ぐらいまでしか見てない。
早く見ないと、見ようって思わないとな、見えへんから見ないとか。いちごバナケア、あ、なんか昨日から使い始めたあの洗顔が良さげやから、ちょっと今日も使ってみる。またよかったら載せます。鼻水シュートなった。いや、これ多分テカってるからツヤじゃない。アイラインとかで色素沈着してる。いや、なんかな、アイラインっていうか多分目をすごい擦るから、目を擦って目の周りがすごい色素沈着してるかもしれない。コンタクト今日は透明のやつで、レビアのクリアレンズみたいなの使ってるけど、寝室にいるの。そう、今寝室におる。リカフロッシュのおすすめの色は1番のオランジェットがおすすめ。福ちゃんとお散歩とか行ってますか？散歩は行ってる。それ以外なんか別にご飯を外に行ったりとか、なんか遊びに行ったりとか、仕事とかはほんまに全然ないけど、犬のお散歩だけ行ってます。リックにあげてたうなぎ気になりすぎて買ってみた。お、アマゾンにあったやつ、名で買って、名な。一回参考一の企画で何センチとか言って測った時、一緒やったら標準と。服寝た、もう散歩行って爆睡。服リビングで寝てる。ゆかちゃんイエベブルベイエローベースやと思う。仕事は知ってますか？うん、してる、してるな。二人の線なんでそんないっぱいあるの？昔からいっぱいあんねんな。だからこのいっぱい線があるから、この線の中のどれかに毎日なるから、結構二重の幅が奥二重とかなっちゃったりする日もある。座右の銘とかないわ。顔太ったよな、分かりやすい、マジ自分。最近見た映画は何やったっけな、タグっていう、30年間鬼ごっこをし続けるおじさんたちの話を見た。面白かった。くだらなくて面白かった。あのクリーミータッチライナーやんな、あれいいで。こうなんか柔らかいから調節しやすいけど、すぐ定着するから全然落ちにくい。痩せてないで。確かにポチャッチしてん。そうやねん、顔が。でもな、顔が前ほど痩せたら顔がちょっとげっそりするから、前よりかはちょっと重めにするけど、それでも今から3キロぐらいマイナスした方が一番ちょうどいいぐらい。お風呂入った、まだだって化粧したまんま。痩せてよかったことは、写真が漏れる、ちょっと可愛くなれる前より、あと服がいろんな服着れるし、ちょっと様になる。ゆうかちゃんどこから太りやすい？やっぱ顔。豚キムチ食べた、美味しかった。豚キムチ美味しいよな。身長気にしたことある？なあ、いいかな。なんか身長高い子かっこいいし、おしゃれやな、かっこいいなって思うけど、別に何も技術がないの。こうしたらこうなるみたいな技術がないから、ギャルメイクできるかな。どうやって痩せるの？気合い。お菓子食べへん。身長高いのコンプレス、いいやん。身長高いのかっこいい、めっちゃ。なんか身長低いの嫌やな自分とかは思ったことないけど、身長高い人かっこいいなとか思うけど、羨ましいけどな。一日何食食べてますか？もう今5食ぐらい食べてる。ハマりすぎてやばかった漫画、浦安鉄筋家族めっちゃ好きやった。お菓子食べなければ3キロ減るかな。いや、お菓子マジ痩せると思うで、食べへんかったら。ダイエット運動せえへん早ねんけど、この自粛期間になる前にジムに通い出して、ジム頑張っててんけど、
ダイエットのためじゃなくて、なんかちょっと楽しいから。それはダイエットは関係ない。ジムに行ってた。ゆうかくんとお酒飲んだりする。ゆうかはあんまりお酒を普段飲まへんねんけど、気が向いてらゆうかお酒を買ってきて飲む。停滞期ってどんくらい続いた？半年ぐらい続いた。ダイエット中でご飯食べたくらい。当たり前やん、食べんの痩せへん。ドラマ見てないね。もうドラマやってるん？めっちゃ見たいねんけど。アートメイクって高い。いや、そこのあれによる、クリニックによると思う。フルレナタサでイベントしたいねんの。前髪伸ばしたりしたし、あんな似合わへんと思う。最近の起床時間は10時11時ぐらいかな。のぶた見てない。メイクうまくいかない。自分もな、もう久々にメイクしたらなんか、こんな顔やったっけ、こんなメイクやったっけって感じ。ピアス何個開いてる？右と左の耳たぶに1個ずつ。このサイズ、なんやろ、なんて書いてる？これこれ、これ。あれ？ XL。 うわ、ブラジャーの紐見えてた。 XL 見えな、そう、見え、なんかめっちゃ線ある。 XL です。 XL 散歩するときメイクするの？いや、しやんけど、今日はその前に動画を撮ってたからメイクしたまま散歩した。キムチがハマって。美味しいよな、キムチが。便秘治りましたか？いや、めちゃめちゃ便秘。今着てる服は、さっきのストーリーにタグ付けしてるので、よかったら見てください。パジャマじゃない。大きいね、そう、ロンティー大きい。腕にピエンいるのかわい。そう、ピエンおんねん。ピエン。きつく見えないメイクの方法。アイラインせえへんとかじゃん。矯正しましたか？矯正してないです。コーナー収まったら髪を染める予定ある。すぐ染めに行きたいし、前髪切りたい。前髪がもう眉毛の眉毛がほんまに見えへんぐらいの下じゃないと嫌やねんな。どんどん動画上げてほしい。動画あげます。みんながたくさん見てくれてあげます。ギャルくなりすぎないますか？何かとしてた。自分結構もうバサバサになってるからな、分かれ。こんにちは。朝ごはん食べてます。何食べてますか？最近朝起きたらクッキー食べて、チーズケーキ食べた。今日は髪の色かわいい、かわいいよな、赤っぽい色。水2リットルダイエットしたことありますか？いや、もう黙れへん、無理無理無理。好きな人の LINE が冷たすぎて冷めて、あら。コーナー終わったらどこ行きたい？お寿司と焼肉食べに行きたい。コラボした YouTuber は、おらへん。上京して楽しいことってたくさんある。いっぱいあると思うけど、実家におった方がなんかいいなって思うこともいっぱいある。セルフカラーしてください。いや、これ変な色になったら怒られるからできん。メイク何歳かありますか？中1とか。エミリンもな、エミリンはコラボしたことあるけど、全然仲いいからあれかも。佐川くんと毎日 LINE してる？いや、まあ、毎日 LINE はしてない。今はずっと一緒におるから。でも普通に仕事とか自粛出る前、足の裏黄色とかは、まあ仕事行ってから今から帰るとかの LINE はするけど、今からのぶたやれ。のぶたパワー注入やったっけ。バリ懐かしい。
眉毛で脱色してる。なんかドンキで買った脱色のやつで脱色してる。足綺麗。いや、足黄色いやん。真っ黄色やん。足めっちゃ黄色いねんな、昔から。足首綺麗。いや、よく太もも、ふくらはぎめっちゃ太いけどな。ネカフェラッシュ買いました。使うんですよ。嬉しい。ありがとうございます。いえ、何してんの？何もしてない。みかんの食べ、みかん全然食べててへんけどな。眠くない。全然眠くない。健康な証拠なん、黄色いの。ピアスなんで外してるの？ピアスつけるのめんどくさいやん。なんかお風呂入るときに撮って、とか言って。だから撮影の時の衣装で、あるときしかしませんね。足臭い。いや、足臭くない。え、ペン、あれ、インスタライブ見ておいでや。自粛期間食べることしか楽しめない。そうやんの、普通に。ロフトでリカフラッシュの箱売りしてますか？箱売りって何？あ、あの4色のボックスは売ってないですね。あれはネットで4つ頼んでくれた人かな。出かけないときはメイクする？いや、しやへん。今日は動画撮ったからメイクしてるだけで。動画撮らへんのにメイクせへんかも。なんか気分を上げるためにメイクをしますみたいな。結構みんな多いやん。うん、めんどくさ。そんなんやったらぼーっとしてる方がマシやなって思っちゃう。またコスメ出してほしい。あ、今考えてるので。お待ちください。髪の毛染めてへん。色落ちたんやと思う。ダイエットしてますか？いや、ダイエットしようと思ってる。かなくん変人だよね。あ、めっちゃ変わった人やった。かなくん。面白かった。ゆうかちゃん、出身大阪のどこなの？ユニバの近く。この花区。カラコンプロデュースは、キャストーリーで出してトリートメント買って、おすすめ、あのトリートメントバーム。なんか、オーガニックやから、顔についても、最近聴いてる曲、イコールラブが好き。そう、その、オーガニックやから、曲聴かへんやか。その、何、顔とかについても大丈夫って言ってて、顔につけてもいいって言ってたから、スキンオイル&ワックスみたいなの書いてたから、寝る前につけてる。ピボピボ。毎日お風呂入ってますか？気が向いたら入ってます。海外で行ってみたいところは、あ、なんか無難にハワイ行ってみたい。ガソリンスタンドでバイトって思う？え、いいと思う。ゆうかのお父さんも結婚する前ずっとガソリンスタンドやったで。今は違うけど。三重バブタナースホール。いや、ゆうか三重で嫌やなって思ったことないねんけど。よくない？ハワイめっちゃ楽しい。ハワイでお買い物したいし、ぐーたらしたい。ユニバ派、ディズニー派。どっちも別にどっちでもいいかな。生理が来なくて妊娠してないか不安だ。あら、妊娠、生理来へんくても、妊娠してるかもって絶対思えへんねんけど。否認しとけ、否認。マックス体重は53キロ。化粧水とかプルッドゥズズズしてほしい。化粧水な、なんか肌にさ触れる系ってちょっと怖いよな。人はそれぞれ合う合わへんあるから、なんか何難しい。まあリップもそうやけど。お尻で手を当て、お尻ほぐりほぐり。こんにちは。足痩せで気をつけたことある？もうとりあえずマッサージ行きまくった。自分で手でマッサージするのでもう足の色も変わるし、足マッサージあれやし、普通にマッサージエステ行くのでもいいし、とりあえず揉みほぐしてたかも。家ではめんどくさいかしてないけど。男の声聞こえたで。男おんねん家に。昨日コメントでも言われた。
なんかゆうかちゃん、じゃあ DM か、佐川くんと何だっけ、同棲なんかしてる、何だっけ、してない、何だっけな、ずっと会ったりしてるんですか、こんな期間に一緒にいるのを発信するのはダメやと思いますみたいに言われてんけど、一応一緒に住んでるですよって、今住んでんねんけど、住んでるんですよみたいな、付き合いました、一緒に暮らすことになりました、ルームツアーしますみたいな、もうせえへん、せえへんも言うか、やっぱりダイエットは金かかる、いや金かからんでもできんで、金かかるからできひんっていうか、なんか古川優香のダイエット方、金かかるダイエット多いですみたいな言われること多いけど、金もかけてるけど、金かけてへんとこでも頑張ってる。ヤッピーとマジ1ヶ月ぐらい会ってない、ヤッピーとりっくんと。まあでもテレビ電話とか動画の撮影でしてるから、あんま、あれかもしれん。会ってないなーみたいな思うことはないけど。今一番食べたいものは、お寿司、お寿司。足のサイズ25。ふくらはぎ、ふっといねんな。今らは、いや透明のコンタクトつけてるけど、ラガンチャラガン、おしの好きなんだ、甘エビですね、甘エビ美味しい。サンコイチのテレビツアーこんなんしない、あ動画でしかテレビツアーせん、いやなんか仲悪いとかじゃなくて、別にもう友達とテレビ電話する友達とかおらん、もういうか別にナイトプラしてる、たまにしてる、なんか2個ぐらいあるから、たまにその洗濯の順番が回ってきたらそれ食べてる。服寝てんねんな、パジャマじゃない、眉毛何色、アッシュブラウンみたいなヘビーローテーションのマイマスカラの、私と一緒に電話しよう、ちょっと大丈夫です、いうか電話苦手やねん、電話嫌いやねん、明日オンラインクッキングする、おや面白そう、服どこの、さっきストーリーでタグ付けしてたやつ、マストケアしてる、してない、もうおっぱいなくてももうええかな思って、おっぱい出すことないし、仕事で染めた、染めてな、髪の毛かすんだるい、だからお風呂入んの嫌やね、おすすめのシャーペン教えて、クルトが、毎日うんこしてますか、いやうんこ出えへんねん、便秘やから、時々ゆうかちゃん口開かず喋ることあるよね、それめっちゃコンプレックスやから言わとてそれコメントでな、今まで気にしてなかったのにコメントでめっちゃ言われるからめっちゃ気にしてる、下まつげ長い、めっちゃマスカラ塗ってる、マスカラはキングダムの2ステップマスカラのブラウンです、化粧薄め、そんなことない、ベースとベースは薄い、ベースメイクは薄いけどアイメイクは濃いで、いつも通りコンタクトが透明やからかな、エミリーいつも真似するやん、ゆうかの生理止まったことない、写真集出してほしい、スタイルブック出したいな、肌きれい、ほんまになんかこうでこ荒れてんねんけどな、今痩せやすい体質じゃない、太りやすい体質、遺伝子検査みたいなのして太りやすい体質ですねって言われた、家ではメイクある、いや家でメイクか、家でメイクしやん、動画の時して使えること、うーんあんまないかもしれん、生理前な、食べてまうやな、提供出して最近の毎日メイクしてほしい、出した、この前出したばっかり、提供なしの毎日メイク、口整形、口整形、口整形、やばすぎ、コンタクト何使ってる、レビアの透明のやつ使ってる、性格悪いな、明日バイト頑張って、赤ちゃんいてほしい、30ぐらいでいいかなって思っちゃう、こんにちは、こんな質問を読んでるインスタライブとか珍しい気がする、確かに料理うまくなった、あなんか意外とな、
上手くなったと思う。痩せてバス落ちましたか？落ちたけど太ったら戻るから、やっぱ乳って増えやすいし、もう減りやすいなって思う。犬見せて寝てるから、ちょっと別の部屋で。あ、さやかや、あ、さやか、あのさ、送りたいものがあるからさ、ゆうかにさ、後で LINE で住所送って渡したいものがあんねん。全然コメント読んでくれ、ごめん。ミスターチーズケーキ買うかもよ。一回買ってみて、マジで美味しいから。ゆうかちゃんの毎日卵焼き作ってよ。卵焼きのゆうか、宮迫さんの YouTube 見てな。何？めっちゃ美味しそうやったか、作ってみようかなと思って。ガムレルーヤのマヒルと仲いいな。え、マヒちゃんはあれやん、 YouTube のミックスチャンネルか、番組でガムレルーヤの2人とケミオくんとミッチとマットくんとバンダリアサヤくんと一緒やったから仲良し。宮迫さんの YouTube 面白いから最近よく見てる。ローソンのチーズケーキ、近所にローソンないわ。いや、ハマってること、いや、なんかな、ハマってること教えてほしい。ほんまに自粛あったら一回東京来て、ほんまに体調気をつけて。てか、でも言うか、会いに行きたい。あの、なんだっけ、ケンちゃん、ケンちゃんやったっけ、ケンちゃんやったっけ、ケンスケ、ケンスケ会いたい。まあ別に毎日連絡と、毎日のように連絡取ってるか、まあマスカラ何ちびつきやから、あ、世話する。マスカラキングダムの2ステップマスカラ、ブラウン、アイシャドウ、クリオの、パレットの2番。ミスターチーズケーキ作った。え、どうやった？生理来ない、マジで生理来へん人多すぎる。え、自粛中にエッチしすぎ、痩せすぎ、それか、まあそういうなんかストレスとか服寝てんねん。自分で冷めたこと、高校生の時とか冷めとった。アップだと広瀬すずちゃんに言って、あ、自分もずっとアップしとこうそんなん言われたことないわ。キングダム2ステップマスカラ、クレオアイパレットにはありがとう、固定しとこう口の上のほくろ、鼻くそかと思ったちょっとチャームポイントなんですよ。顔にある唯一のほくろがここの2つ、あとアグニュー歩ける、ブリッジって痛い。え、分からへん、その時による。好きな俳優いる？あんま俳優さん見えへんな。ニキビ直し方ありますか？自分は潰しちゃうタイプ、歯が白くて綺麗。ホワイトニング、めっちゃ昔めっちゃハマってて、めっちゃしまくってた、もうしてないけど。佐川くんは下でゲームしてる、めっちゃ痩せない、いや太ったで、リワウンドした。缶の中で一番好きなのはこれか、歯、こんなぶったりしました。わかるわ、顎のニキビがやばい。え、なんか口周りとかのニキビって暴飲暴食やろ。自分もめっちゃ食べたら口周りめっちゃ荒れる。リカフロッシュの色がおすすめ、一番のオランジェットです、今塗ってるやつ。他のちょっと違うリップと重ね付けしてるけど、ホワイトニング、目白やったっけな、目白にあるところめっちゃ3年前ぐらいめっちゃ行っとった。で、1年前ぐらいに膨れなと渋谷にあるなんか高いけどめっちゃ白くなるとこ1回行って、そっからずっと行ってない、1年ぐらい行ってない。もうオランジェット本当に良かった、マジで嬉しい。オランジェットおすすめなので、ぜひゲットしてみてください。マジでほんまに自信作。今日右前して、今日の調子いいから両目してない、こっちの目も調子いい。ゆうかちゃんのお家清潔そう、もう掃除しかすることないから
今はピッカピカ。一日今5食ぐらい食べてる。キャナキャチュース、ちょっと昨日から始めました。うん。佐藤さん、なんて呼んでいいか分からない。あ、でもそろそろジム運動ちょっと連絡しますね。この前運動した時もあざめっちゃできた。足の運動してないからもう2人とも3キロ太りましたよ。どこにデブって言われたかダイエットします。そんなやつのためにダイエットするんじゃない、自分のためにダイエットするね。食欲が一番増殖してほしい。間違いない。アクセーヌどう、アクセーヌいいで、自分はおすすめ。まあ人によりけりやろうけど。好きなお菓子何、何でも好き。昨日お風呂入った。昨日2回入りました、お風呂。ゆうかちゃんがストーリー載せてくれたから、マーキュリーのロンティーがちょっと、お、なんかこれあれらしい。この、な？推しがシュキって書いてて、推しピがシュキって書いてる、ここに、推しの写真とかカードとか入れるのがいいねって。ほら、太ったと思わん？太ったわ、マジで。湯船使って、いや、湯船嫌い。しんどくなる。苦しくなる。このあのパジャマのパンツは家に泊まってた大阪の友達が、自分のゆうかの知らん友達、ゆうかの知らん、じゃあ男の家から帰ってきた友達が男の家からパクって履いてきたズボンをずっと履いてる。自分は関係ない、知らん男の人のパジャマをずっと履いてる。何飲んでんの、水。え、足細くないで、みんなおかしいと思う。リカフラッシュ友達で宣伝してた、ありがとうございます。その服どこのか、あ、タグ付けしてます、ストーリーに。それやばない、バカおもろい。いやでもな、これ履き心地やね、汗かかへんし、服バリ元気や。何時に寝て何時に起きてますか？最近は1時とか2時に起きて11時ぐらいに起きてるけど、だんだん寝る時間が1時間ずつどんどん遅くなってってる。花は妹かいな、花は妹からいい。脱毛いつかしてる、高校卒業した時ぐらいから結構いろんなとこ転々として、今はまあ自分がイメージモデルしてるんでそこでしてるけど、でも脱毛って効かんなとか思っていろんなとこ転々とやったりしてたけど、時間経ったら腕の毛とか全然生えてこへんくなった。ということで、ぜひ皆さん脱毛サロンはササラでどうぞ。イメージモデルしてんね、脱毛サロンの。一人っ子じゃない、三人兄弟。オランジェット、クランベリーもやってる。制服に似合う色、クランベリーじゃない、制服に似合うんは。ゆうかちゃん、あかりとゆうかちゃんの YouTube をアップされたことあるんです。ゆうかちゃん、ゆうかなさん、あかり誰や。でもありがとう。高1なんですけど課題に忘れやめそうです。高校時代ちゃんと勉強してます。あ、ちゃんと勉強してなかったからもうめっちゃしんどかった。ずーっと追試補習、もう追試卒業もするのギリギリでもな、もう追試でな、もう眠たくて追試で寝ちゃったらめっちゃ怒られた。追試とかマジで学年でほんまに進級できひんとか卒業できひんとかやから、でも眠たくてもう授業態度の話聞くの眠くてほんまに寝たらこんなんで寝るやつおらんぞってめっちゃ怒られて泣いた。もうほんまに勉強したくないって大号泣したら、お前が悪いやろとか言って、まあ確かにって感じやん今思ったら。でもほんまに大号泣した、勉強したくないとか言ってアホやな。脱毛サロン、脱毛、痛いか。医療脱毛はでも痛いかも。あの、バンコン、VIO のやつとか。ゆうかちゃん、何の仕事もないんですか？ YouTube モデル。へぇー。
YouTube かな、 YouTube 超ド級のマイペースかな、なんかオンライン授業、確かに家とかで聞いたらめっちゃ眠すくないさ。下まつげいくし、いやマスカラ思いっきり塗ってる。顔脱毛はしてないけど、してないからヒゲがすごい生えてくる。介護職で休みなのでエールください。マジでありがとうございます。ほんまにそういう人たちがいるから今世の中を持ってる気がする。頑張ってください。無理せず、まあ無理しないとかはできひん状況やと思うけど、ほんまにでもほんまに体調に気をつけて頑張ってください。水ってどのぐらい飲んだらいいと思う？水は2リットル飲むのがいいって言うけど、自分はマジで2リットル飲んだ日なんてない。今まで23年間生きてきて。ゆうかちゃん料理動画撮ったし、何作ったらいい？仕事頑張れって言ってください。頑張れ。この時期自分で脱毛してますか？生やしてる。でももう腕、脇、VIO、 足はちょっと生えてるけど、 VIOはちょっと生えてるか。生えてほったらかし。気が向いたらあれ剃る。おうちカフェしてほしい。おうちカフェした動画でした。おじゃぴく。ベースメイク何使ってる？今日したメイクはサンコイチのチャンネルで6日とかに上がると思う。何だろう、フーミーの BB クリーム最近使ってる。下地は結構日替わりかも。おすすめの勉強法ない、分からへん。母の日にミスターチーズケーキプレゼントしたら喜ぶと思う。今日のリップはリカフロシュとロレアルパリの何番やったっけな、597番みたいなやつ。クレル使ったことあるけど、いいんか悪いんかあんま分からへんかった。前髪瞑想してる。もう切られへんしな、瞑想するよな。ゆうかちゃんの好きな女の子の顔のタイプ。女の子結構誰でも可愛いと思っちゃう。で、そばかさある女の子、肌汚いから。ゆうかも結構そばかす、意外と、すっぴんやったらある。妹もそばかすあるけど、そばかす可愛い。好きなコスメブランドは、リカフロッシュ。クッションファンではクラビュー、韓国コスメのクラビューがおすすめ。チーズケーキ苦手やけど、ミスターチーズケーキ食べたら、チーズケーキ苦手なんやったら食べた方がいいかもしれん。こんにちは。コンタクトはマイナス 2.75 を買ってる。ゆうこちゃんのスタイルブック見てモチベ上げてます。頑張ろう。仲良くないと YouTube は誰かいますか？ほら。最近 K-POP 聞きますか？あんま聞かへんな。おすすめのパック、分からへん。リカフロッシュ最近のお気に入り、ありがとう。体脂肪見てないけど、とりあえず、まあ、体脂肪とか体重だけにとらわれるのはダメですよって言われるんだけど、体重が落ちたらまあ落ちてるってことやから、3キロ落ちたらまあ別に体脂肪と関係なしで変わってるやんって思うから別にいいやって感じ。足パカ効果あると思う。痩せたい時何してますか？お菓子食べへん。英語ペラペラないと分かるわ。最近のハマってる趣味ないねん。マリオカートぐらいしかしてない。ミキオダとコラボしようし。無理無理無理。じゃ別に嫌いとかじゃないねんけど、すごいキラキラしてるから、あの元気な人ってどう、なんかすごい輝いてて、なんかちょっとコミュ障やねん映画。
家で筋トレしてない。また昼綺麗になった。今日なベースメイクめっちゃ薄いねんけど、そっちの方がな綺麗に見える気する。 VIO は脱毛するのが普通。いや人それぞれじゃない。でも自分は脱毛してる。古川って虫マジで虫見、今もなんか耐えてる。いやもう開いてないけどボコボコやな、ちょっと残ってる。ポンデリング見てきた。あそう、今日サグワ君の動画に出てるから見てみて。ポンデリング作った。いいスピンでもかい、ありがとう。スピンちゃくよな今は。今日誕生日おめでとうはるかちゃん。いつか化粧始めた中1ぐらい。ソワンワンと連絡取ってる。昨日取ったかな。インデス痛かった。まあまあ痛い。 VIO でいうか全部脱毛した。ファンデ塗ったりコンシーラーしたりしたら浮いて見える。じゃあ下地塗って、トーンアップする下地塗って、気になるところだけコンシーラーしてパウダーしたら。それかなんか合ってないじゃん自分に。あやっほー、おすすめの映画はピエロがお前綺麗にあげることしや、ビューラーやるかまつげパン。あ頑張れるや、どっちか分からへんけど元気。服元気、服寝てる。いやあれめっちゃ面白かった、あのパラサイトの演出家の人に似てるっていうやつ、めっちゃ似てる。VIO 痛いですか。 VIO めっちゃ痛い。 VIO の脱毛するやん。医療脱毛やってんけど、 VIO した時はなんか目にこうゴーグルみたいなのつけて VIO してクッってなって、もう泣いてるつもりないのにもう涙が溢れ出てくる。ほんまにザみたいな、もうなんか涙がブルーなる。これゴーグル取った瞬間もう涙ブル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 ってなる。え VIO マジ死ぬよな。VIO の脱毛マジで死ぬ。何回ぐらい続いた。結構何回かやったで。5回ぐらい。でもまだ生えてくる普通に。恥ずかしかった。いやもう何でもいい、痛すぎて恥ずかしいとかない。医療脱毛はでも結構すぐ効いたけど、まだぼうぼう痛い。ほんまに男 VIO やばいっすよ絶対。でもヒゲのもんが痛いかな。脇はあんま痛くなかった。ということでササラは痛くないので、皆さんぜひササラで脱毛お願いします。これは麻酔してない。マジ死ぬかと思った。福ちゃんインスタグラム作ってし、あ実は福のインスタグラムあんねんけど、フォロワー10人誰にもバレへんようにやってる。マジで VIO 混んでるか怖。今まで生きててめっちゃ痛いって思ったのはマジ VIO の脱毛が今まで生きてきて一番痛かったみたいな。あとハイフ顔のレーザーみたいな、ペー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 って当てるやつもみたいなのが大号泣。めっちゃ整形のこと言ってくる。性格悪い性格悪い言わんよ別に、何してもいいか言わんで、いちいち報告はみんなに。結婚しても言わへんかもしれへん、もしかしたら子供できても言わへんかもしれへん。ひねくれてるから、彼氏ができても何しても、なんで分かんなあかんのとか思っちゃうねんな。いやほんまにひねくれてる。ああ矯正って聞きますか。美容針はめっちゃ聞いた。痛くてなくない。いやなんかな、ほんまに痛いね、ほんまに痛いね。その二つ以外は、ほんまに、痛みに強いはず。マジで、大号泣した。もう、ハイフやばかった。もう、過呼吸。ってなるぐらい泣いたけど、うん。
結婚はさすがに言ってほしい言いました。まあ結婚いつするかな。本当に顔が可愛いってやるのもシンプルに嬉しい。痩せよう。太ったなほんまに。何の着せ替えなんですか。イラストや VIO しててよかったことある。なんか可愛いなんか何なんかチリチリのなんか濃い毛がボーボー生えてるよりなんかなんかツルツルの方が可愛い。カラコンしてる。カラコン透明。キラフトってまたそんなもんやんな。肌白くする方法ってありますか。分からへん。日焼け止め塗る。痛くても通い続ける。一回行ったんやったらもうこの一回の痛みが無駄になるって思っちゃうから行くかも。服お風呂好きかも。今までで一番悩んだやつ、あんま悩んだことないかもしれない。ニキビできたらどうしよう。潰してる。ストレス発散本ある。あんまなんかあんまストレスって感じ。あれクレイズ。ブラックピンク好き。でもそんななんか好きって言っていいのか分からへんぐらいめちゃめちゃファンなわけじゃないけどよく曲は聞く。服のお風呂の頻度はクソと思ったら入れる。好きな人に電話誘えますか。別に電話したいと思えんかも。好きな人と電話嫌いね。ササラってだ麻酔ある。麻酔あると思うで。でも痛くないからないかも。毎日メイクしてる。してないしてないしてない。リスナーさんでも嫌なリスナーさん。いやなんか意地悪してくる人は嫌やけど別にその嫌な人この人なんか嫌なとかおらんけど意地悪は嫌ね。眉毛どうやって脱色してる。ドンキで適当に買ったやつ。うんちの犬がうんこ食べさせるのやめる方法してて。分かれへん。服うんこ食べたことないから分かれへんねんけどあれらしいで。うんちを違う場所にしちゃってダメでしょって怒ってるのが、あ、うんちを間違ったところにしてるのがダメっていうのは言葉は分からんか伝わってない。うんちをしたらダメって思っちゃうから食べて隠そうとするっていうらしい。それかしうんち美味しいんか知らんけど。リカフラッシュ爪の色オランジェット一番。頭剥げてる。剥げてるか。遺伝的にが白髪やと思う。毛なんか出ないのこれ。あら液晶通してるから。なあ海の日海行きたい。毎年海の日は高校の友達と海行くから海行きたい言うかも。ささら全国にあると思う。多分分からへんけどなんかなあんま分からへんすね。人それぞれワンちゃんのあれがあるから。 YouTube とかで結構しつけの方法とか見たり調べたりしてる。分からへんことがあったらなんか怒ったら怒るより褒めることをしてたかも。自分はリカブラシ乾燥せへん。うんち食べたことないな。服2歳断食ってどう思いますか。やばい目に見えてる。ほんまやだ。重要な気持ち悪いだけって何かいうか普通に毎日食べとったけどな。それ1日だけフライドポテト食べたら急に落ちた。燃焼するものがなかったんかな。でも普通に炭水化物食べたし肉も食べてたけどなんか油もん食べたら急に落ちた。フグちゃん草食べたことあります。あ、散歩中に適当に落ちてる草食べて下痢して病院って下痢して病院連れてたことあるけどあんま今はもう食べへん。ゆうかちゃん家のソファーはねフランフランで買いました。ピエン服着てる。ソーマーキュリーのやつ。ふくちゃん何キロ？ 7 キロか8キロぐらい。太ったから今ダイエットしてんね。
ハゲてるネイルにしか目がハゲてる。めっちゃボディクリーム塗ってますか。 YouTube 撮りましたのでお楽しみ。池田健太郎ですかね。池田健太郎とか優雅の同級生やん。でも池田健太郎ってほんまになんか日本人のにおるみたいな感じの名前やな。犬のがトイレの場所を覚えない。トイレしそうになったらこっち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 っつってゲージ人なんかとりあえず誘導して閉じ込めて、なんかなお母さんに教えてもらってワンツワンツワンツって言ったらな、ほんまにもらおうくる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 しだしてトイレすんねんけど、ワンツワンツ言ってもちょっと誘導してトイレらへん閉じ込めてワンツワンツおしっこして、おしっこしたらめいちゃんもう賢いよ賢いよって言ってお菓子あげるけど、失敗したらあー残念で終わり、怒れへんもう残念で終わり。動画外でハンドクラップしましたか。するわけないやんしんどいやんな。顔色を出すもしてない。ワンツーやってた。え、ワンツーワンツーやるよなみんな。ワンツーですけどワンツーバリ効くよな。ワンツーワンツー言うたらマジトイレコロ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 マジこする。眉毛サロン行ってるけど最近全然行けてないからボーボー。誕生日は1月15日です。最近うんことおしっこって言葉多いから、賢みんなワンツーワンツーって言ったらな、やっぱちゃんとおしっこすんねんって。あ、また出たがりが出てきた目立ちたがり。もう一匹買うとしたら何書いてるんですか。パグ。お風呂入ろうかな。ふぐちゃん。うすこ。みんなあれうんち食べんねんってワンちゃん。キングダム2ステップマスカラ。何これ。ゆうかの使ってるマスカラ。あとアイシャドウを書いてくれたから固定してる。ふぐちゃん。ふぐちゃん。ちょっと。行ってください。ふぐちゃん。邪魔。で出たがりやな。本当。うーちゃん邪魔だよ。うく邪魔。うく邪魔。うん。あ、マークのおっぱい映ってる。うくおっぱい映ったんだって。もうやめてうく。ちっかばりちか。あ、見て見て、かわいい服。痛い。でかけさんにもらったクッションで寝てます。かわいい服ちゃん。痛い。いいじゃん、かわいいね。マジ、絶対体どっか触れてくるよね。なんて寝てる時さ、うん、ちょっとでも離れたらこう、そうそう、寄ってくんねん。ちょっとでも体が当たってないと。服かわいい。福言ってたで、みんな福ちゃん映してって言ってたで。福人気者やな。プッておならしたやろ。おならで返事すな。福ちゃんがパグ界で一番かい。それな。それは分かりきったことですよ。ポンデリングめっちゃ美味しかった。ポンデリング美味しかった普通に。福ちゃん爪自分で切る。いや爪はな、トリミングサロンに行った時か病院行った時に切ってもらってるけど、意外とな、散歩してたらあの爪削れるから全然最近切ってなくても大丈夫。おくちゃん、おくちゃん、おくちゃん、よくコメント読んで。ふぐちゃん実家でも犬飼ってない。実家は犬飼ってへんかった。犬怖かった。昔はハーゲンダッツのタピオカ味なんかあんな。へえ。服着たら1000人も閲覧増えたで。服すごいふぐちゃん人気者や。福ちゃんどういう性格ですかやって。
どういう性格？ビビリ。あ、ほんまにビビリ。気弱いかも。けど平和主義だね。うん。あんま他の散歩中に他のワンちゃんおっても敵いないですよって言ってお腹地面につけて寄ってはいくけど吠えられても黙ってる。なあ、自分のことあれだ、人間と思ってんな。今日はお風呂入りますか、どうしようかなって感じ。お家脱毛したことない。もう1週間入ってないじゃん。昨日2回入ったから。いや、1週、お前嘘つくなよ。嘘つくな。佐久間くんの方がお風呂入ってません。福ちゃんは眉毛サロン行きますか。やって福。アホやん。福眉毛サロン行ってる。言わねえやろって言ってる。福ちゃん飼い主と似てるとこは。やってゆうか、似てるとこある？服と。うん、ないかな。ないやって。どんくさいかな。あ、どんくさい。ほんまにどんくさい、服は。クレンジングファンケル使ってる。福ちゃんモーニングルーティンみたいわ。でも面白いかも。優香が起きる前からカメラつけてたら服面白いかもしれん。何服。そうだね、服の方が先起きる。そう、服に起こされる、いつも。寝息すごい。服ネイル何色って聞かれてね。服ちゃんのネイルは地爪です。ふくちゃんスキンケア何使ってますか。やって、うん、何だふくちゃん SK2 使ってます。もう嫌すぎて壁に顔向けて寝だした。うるさいって言ってる。今リップリカフラッシュ。ふくちゃんコスメプロデュースは。ふくもコスメプロデュースします。なあ、ドン磨いてる。ふくって名前いいね、いいやろ。服マジまつげ長いで。いや、そう、パリ嫌がってるわ。あ、顎にニキビできてる。暴飲暴食してるから。やっぱここできんねんな。うん、ここに。うん。服ちゃん今日何しておかれた。あのな、ベランダに敷いてる人工芝を食べた。で、追いかけて逃げて、それで口の中見てもなかったのに、優香が「あ、もうないんや」と思って見た瞬間、口ってしながらこっち見てきて「手びてるし」みたいな感じでおちょくってきたから、怒ったらふてくされた。ニキビどうやって直してるん。潰します。暴飲暴食口周りすぐニキビできる。できるよな、めっちゃ。本気でダイエット始めるって言ってましたが、始まりましたか。始まって終わった。無理。もめっちゃナイトブラしてますかって聞かれる。一個だけあるからしてる、たまに。ニキビの潰し方分からへん。なんか絞る。ほっぺはニキビできひんの。顎とデコと、あの、こめかみとかによく出てます。ゆうかちゃんに嫌われたら1年ぐらい飲んどった。明日から飲もうかな、漢方。米紙って言われなかった。顎でも暴飲暴食ですぐできる。一番正しい習慣はどんな習慣ですか。今の自分に聞かれてももう分からへん。理が嬉しかったよ、ありがとうございます。もう寝る感じやから寝よう。言うかも。寝る。うん。